ですね、スリランカの、南西部にゴールですね、この辺りに一番大きな場所ゴールにいます。でですね、車今看板してるんですけどね、トヨタの車に乗りました。でこの車が日産のバンネットで、あれトヨタのハイエースで、バスがね、結構最近インドのから入ってきてるらしい。タタですね、タタ、タタバイバス、イスズのトラック、あとジープですね、います。あとまたあれハイエース、古いね。あとは日産のあれはキャラバン、スズキの K、トヨタのカムリ、トヨタのハイエース、トヨタのこのコースターね、マイクロバス、日産の、ラルゴ、トヨタのハイラックス、こんなのですね。たまにね、日本が技術提供した三菱自動車がね、技術提供した、まあ、ヒュンダイが走ってるんですけどね、まあ、基本的には人気ないですね。安いから買うって感じですね。性能良くないんだ、ね、まあ、デザインとか日本パクってるんだよね。でこれスリーラも来ました。で向こうトヨタのカローラ、日産の車、あれタタですね、今トラック赤いの。インドの車も結構入ってます。結構やっぱり日本の車は高いんだよね。でやっぱりインドからの車すごく安いんでね、やっぱりお金があれば日本車買いたいけど、お金がないんで、まあ、インドの車とか、もしくは韓国の車、中国の車を買うらしいです。ただやっぱ日本車製品で性能がいいっていうのは知ってるんで、壊れにくいっていうのは知ってるんで、ね、結構人気はあります。まだハイエース古いんだね、1980年代、 BMW ドイツの車、マツダの車ね、これまたただインドの車、日産のパルサー、三菱のキャンター、出たヒュンダイ、日本のモノマネね。日本が全部技術援助、資金援助して作ったね、会社全く日本に感謝してないからね。まあこんな感じで日本車が大体8割以上ですね、占めてます。